さあ、やっていきましょう。レオの思い出ということで、対戦よろしくお願いいたします。もうここ初手ワープでもいいと思うんだよな、俺。ぶっちゃけ。いや、ここ初手ワープでもいいと思うんだよな。あー、嗅覚。イッツ嗅覚。来れないよな。まあ、なんでこれ飛んだかっていうと、祭祀に涅槃残しても意味がないからですね。結局上下ワープ貼られるだけなんで。祭祀に涅槃残しても意味がないので飛びました。以上。どうせワープ貼るのよ。どうせワープ貼るのよ。この人。で、ワープのなくなったところに。あー、めちゃめちゃうまいこれ。追い方。これめっちゃうまいわ。涅槃の使い方が優秀すぎる。いい追い方。無傷だるいんだよな。半分は超えるな。まあこれミステでもいいからとりあえず貼っとくか。2階にいたりしない？いないね。まあラストまでちゃんとキャンプしようか。もういいかな。ブブブブブブ、鬼没使って、いいでしょう。温存しても意味がない。ねえ、もう下手くそや。下手くそや、すごく。ベル当てない主義だから、しゃあない。いやー、どうしようかな、これ。向こう開けさせるか。うんだよね。あとで奇襲仕掛けに行こう。わかんないかな、場所。いた。2個目。まあ飛び角アイテム使わせながら飛び角作って通電後勝つか。そしたら、まあ、多分もう通電はするだろう、どう頑張っても。どう頑張っても通電するから、開けさせちゃっていいかな。鬼没までちょっと待ってほしいけどな。どっちのみ。
どこ。1、2、オッケー。さーて、ここから読み合いだぞ。ハッチの場所まず把握してない、俺が。まずハッチの場所を把握したい。ゲートは開いてるのか。いや、とりあえずゲートは開いてるのは分かったけど、待って、とりあえず追い出すか一旦。いやー、わかんねんだよな。そこハッチなくないだよね。いや、いいタイミングでダウン取れたな。多分ハッチないはずだよね。わお。オッケー、対戦ありがとうございました。いやー、これめちゃめちゃいい試合。俺今監視にしてたかな、これどっちだろう。監視か、あ、監視者だ。感謝か、いいね。ああ、読み勝っていく。よよよよよ。終わったね。裏ほか。監視置いとこ。袋を、まあ袋を使うタイミングちょっと早いから、ほらラッキー。うまっ。まあいいでしょう。ちゃんとね、あの暗号妨害できてるから。これが感謝のいいところっちゃいいところだよな。回復妨害マジでできる強いところ。惜しい。 いや、これね、欲張んない。ここ欲張んない方が大事。受けろ。OK。 もう分かれるかな、これ。危ねえ。
マジ90くんのこれ。いやでも枯れねえな。オッケー。あーこれ地下でもいい、どっちにしよう。守ってもいいんだよな、どっちでもいい、ぶっちゃけ。まあ、地下でいいか。寸止めね、了解了解。ベル打っといて下で待機させとくか、落下しよう。よし、あーダメか。オッケー、ここからえ、賞味監視ならいけるはず。うまっ。 OK、 ちょっと読むか、若干ね、下手くそだったけど。結構距離開いてんね。まあ、肘当てないとはいえなんだよな。肘当てないんだけど。どこら辺だっけ？ここか。あー、それ分かったな。そこで騎士官入っちゃうのは勝ちかな。ああ、いいね。傲慢監視久しぶりに使うと強いね。うんうん。暗号機守り、ゲート守り強っ。ゲート守りの達人や、やはり。OK。さあ、あとは飛んで占いピをダウン取りに行こうかな。あ、てかやべえ、飛びかと思ってた。傭兵全然飛びじゃねえじゃん。いや待って待って、ごめんごめんごめん。まあ、まあ、ほぼ勝ちなんだけど。勘違いしてた。ほぼ勝ちだけど傭兵飛びじゃなかった、まだ。勝手に扉と勘違いしてた。まあでも傲慢だからね、回復も遅いから、まあ、めったなことがない限り負けないから、僕から。場面の場所わからんから振らないでいいや。 OK、いやー強い、いやー強い、かなり強い、やはり。これを機に傲慢監視もまた始めるか。あ、90くんのこれ。来ない？あ、来るんだ。いや、来てねえわ。
痛い、やめてください。トンネルハッチだな。救助するのも、救助するのちょっとだるいから、もうハッチ逃げされてもいいから、とりあえず。あ、どうしよう、めんどくさ。救助する。救助させない。オッケー、頼りー。